多官地上局戦術広報装置は電波広報の一つ。英語略称の多官より多官とも呼ばれる。1955年にアメリカ軍で採用された方式である。超短波全方公式無線標識、距離測定装置双方の方式を兼ね備えたようなものであり、極超短波を用い、航空機からの方位、距離測定を同時に行う。 UHF 帯を使用することで VOR よりアンテナが小型化でき、感染や車両にも無線測位局を設置できる。感染の場合は通常マストの最上部に設置されるが、左右に設置することで精度を高める例もある。方位測定はパルス波によって行う。15Hz の変調がかけられており、基準波との位相差により航空機からの方位が判明する。 距離測定は質問波に応答することにより、時間差測定で行われる。方位測定機能は軍用に用いられているが、距離測定機能は民間でも使用され、VOR と組み合わせて、VORTAC と呼ばれている。日本では電波法施行規則、第2条第1項第51号の3に、多感とは 960MHz から1215。 メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離及び方位を測定するための無線航行業務を行う設備と定義している。地上設備は単独でまたは VOR が併設され、無線航行陸上局として、地上設備は他の通信機器と合わせ航空機局として免許される。ただし、 自衛隊の移動式の地上設備及び航空機の機上設備については自衛隊法第112条第1項により無線局の免許を要しない。地上に設置するものでは3文字からなる識別符号をモールス信号で発信する。日本国内では米軍管理のものを除き他軍局は T、VORTAC 局は C を識別符号の3文字目に表記する。 1>, 1から2文字目は、医っ庫空港行動を付することが多い。気上多感、地上多感の周波数は、電波法施行規則第13条第3項に、別表、第2号によると規定されており、これを抜粋する。ありがとうございます。